使徒パウロのコリントの教会の手紙。兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストとの関係では血の巡りである人々に対するように語りました。私はあなた方に乳を飲ませて、硬い食物は与えませんでした。まだ硬いものを口にすることができなかったからです。いや、今でもできません。相変わらず肉の人だからです。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということになりはしませんか。ある人が、私はパウロにつくと言い、他の人が、私はアポロになどと言っているとすれば、あなた方はただの人に過ぎないではありませんか。アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この二人はあなた方を信仰に導くために、それぞれ主がお与えになった分に応じて使えたものです。私は飢え、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものとは一つですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになります。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。神の御言葉。神に感謝。
レルヤ、ハレルヤ。ますし人に福音を、とらわれ人に解放を告げるため、神は私を使わされた。ハレルヤ、ハレルヤ。ルカによる福音。その時イエスは街道を立ち去り、シモの家にお入りになった。シモの姑が高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに頼んだ。イエスが枕元に立って熱をすっかりつけられると、熱は去り、彼女はすぐに起き上がって一度をもてなした。日が暮れると、いろいろな病気で苦しむものを抱えている人が皆、病人たちをイエスのもとに連れてきた。イエスはその一人一人に手を置いて癒された。悪霊もわめきたて、お前は神の子だと言いながら、多くの人々から出て行った。イエスは悪霊を今しめて、物を言うことを許しにならなかった。悪霊はイエスをメシアだとしていたからである。朝になるとイエスは人里を離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回ってそのそばまで来ると、自分たちから離れて行かないようにとしきりに引き止めた。しかしイエスは言われた。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。そしてユダヤの使徒街道に行って宣教された。主の御言葉。キリストに賛美。